はい、皆さん、チェース。はい、というわけでね、早速、サムネに出ている通り、こちら。はいね、早速買ってきましたんでね、やっていきたいと思います。まあね、1日前に買ったんだけどね、ちょっと僕、諸事情によりちょっと爆睡してしまいまして、動画が1本、1本じゃない、1日遅れました。申し訳ないです。では、早速ね、開封していきたいと思います。はい、というわけでね、まず、ディープカオスでいいのかな?こちらですね。はい。いやーもう見てわかる通りなんですけど、普通のカオスと比べるとレイヤーが、まあ、大きくなったのもそうなんですが、ヒラピタック伸びたなと、ビヨーンとなんか縦になったというか、こっちの方が角張ってんだよね。縦紙というか、なんつうか縦紙、歯の部分が壁になってんだけど、ここがもう結構滑らかになってるんで、だからその分相手の攻撃いなしますっていう感じなんだよね。だからそこが結構変わってるなと思ったんですが、やっぱり左右の歯が非対称なのは相変わらずのところで、結構嬉しいですね。結構形が元のまんまに近いので、デフォに近いので、まあお気に入りなのと、ロックはだいぶ緩くなったなと、過去よりも増して緩くなった感はありますが、強さはいかほどにって感じですね。そしてトルネードワイパー、一番この中でロックが硬い。多分軸先のバネがいいんでしょうね。はい、というわけでこいつなんか攻撃になってます。はい、そして、はい、どうぞ。あ、俺なのね。アークバハムート、左回転ということで、こいつロックが外れるごとにこの歯のところに緑色が重なっていって、もうもはや全部円形になり、持久型ということになりますね。持久防御ともにいいんじゃないでしょうか。ただロックは緩い。ロックは、うん、緩いね。もっと飛んじゃったよ。そうだね、昔のトルネードワイパーよりもロック緩いかな。はい、はい。そして赤くなったドレインファブニル、こちらはですね、ロックは前と同様変わらない感じですね。はい、補正も何もされてません。真ん中が、色が変わったメタルチップ搭載された感じですね。はい、パーツもいい感じで色が揃っていて、僕は好きです。はい、それではね、左回転 VS 右回転ということでね、早速一回やってみようか。ロック超緩いんだけど。じゃあ俺もう出すの決まってんだ。せーの出ますよ、いくよ、せーの、じゃん。2対1は無理かな。何でくるんだい。じゃあこいつ使ってみるか、しょっぱなで。うん、いいんかい。はいはい、行くぜ、楽しみ。待って、左足だったらちゃうじゃん。俺ね、動画ではねトルネードワイボン出してるけど、俺使うの初めて、生まれて初めて。カズキ愛用だから。いきます、3、2、1、ゴーシュ。おお、なんで最初暴れなかったんだろう。さあどうなる。時給がないので厳しいんだが、おう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 、いや厳しいな。スピンフィニッシュ、2ロック、1ロック。おお、じゃあ次行く?ディープカオス。こいつは、スプリングがレイヤーに搭載されていて、敵の攻撃をいなす、いなす、いなすということでね。屈伸運動します。まあね、俺こいつの改造完全にここナッシングつけます。よし。はい。いきまーす。3、2、1、ゴーシュ!おう!出て。はい。Thank you. One more time.初のシュートカオス、ごめんね、ミスったよ。泣いちゃったよ、カオス。お前マジでかって感じ、ね、よっしゃ、やって回してもらえるわーだよね。3、2、1、ゴーシュ。さあ、スプリングの軸先がどうなっているのか。最初の周りの音ちょっと違ったけどね。おおお、
おお、安定感やば、これやばいね。多分オービット超えたんじゃないかってくらい。おお、すげえ、ベアリングの音がする。うん、ベアリングの音しなかったら困るけどね。まあね。え、すげえ、なんか動きが、動きめっちゃ独特。うん、面白い。外れてはいない。こっちワンロック。へえ、今1対1か。うん、じゃあ買ったもの同士でいこうか一回。よし楽しい、未知の世界だからね。なっ、おっと、やる気ないな。セットの仕方逆だからね、左回転はね。そうそう、分かんなくなるよね。3、2、1、ゴーシュ。もろでやり、音がすごい。うぇー、取った。うわ、全部追い出されたよね。うん、綺麗に邪魔邪魔。アークバハムート強えぞ。ね、ロックめっちゃやるのに。そんな強いと思ってなかったんだけど。ね、すげえ。じゃあ次、じゃあ負けた者同士でいこうか。そうね、敗者決定戦的な。そうだね、悲しい決定戦だな。いくよ、3、2、1、ゴーシュ。おお、うわーい、勝った勝った、完膚なきだね。やめてやめてやめたって、やっほい、強っ。はい、ってなわけで、右回転 VS 左回転だったんですが、全勝で全てバーストということで、右回転でなく左回転の勝利です。やったね。赤と黒のまさかのね、悪役みたいなこのカスタマイズがね、勝ちました。いやー、やっぱ左回転は強いじゃん。